ドン始まりました。岡田エレクションのヤングミュージック、 STV アナウンサーの岡田和樹です。よろしくお願いいたします。さあ早速今日の本題といきましょう。今日のテーマはこちらです。ドドン、欅坂46配信ライブについてというものです。この欅坂46配信ライブ、ライブオンライン Bad With You というタイトルで、先日7月16日に行われました。いや、私もこれをちょっとリアルタイムで見ていたんですけれども、正直無観客ライブっていうとなんとなく音楽番組のようになるのかなとか、まあそんなにワクワク感もしかしたらないんじゃないかなという気持ちがあったんですけれども、もう蓋を開けたらこれは全然違うわけですよ。次の曲が何だろうなっていうワクワク感ももちろんありますし、観客がいないことによっていろんな視点からカメラで映すことができるので、彼女たちの表情ですとか、またはそういうフォーメーション、ダンスのキレ、こういったものを演出として楽しむことができたんです。欅坂46はもともとそういう風に見せることで楽しませるグループですので、もしかしたらこのオンライン配信という見せ方が彼女たちにとってとっても合っていたんじゃないかなと個人的には思いました。さあこの欅坂46ライブオンライン Bad With You、まあ、オンラインだけれどもしかしながらあなたと一緒ですよというタイトルなんです。今日はそのコンサートがどんな全貌だったのか、はたまたそのコンサートの最後に行われた重大発表とその考察について今日はお話しします。さて改めまして概要の確認です。ドン、7月16日無観客でライブ配信を行いました。午後7時30分に開演ということもあって、その30分前頃から、こうメンバーの方々が随時出てきてライブ配信中の注意ですとかそういうものを話していました。そして7時半に開演すると全11曲間に MC なんかもありました。すべてが終わったのが夜9時でした。1時間30分もうとっても充実してあっという間の1時間30分でした。全メンバーが参加していて全メンバーが踊り切ったというのもこの配信ライブの大きな特徴です。このチケットが3500円で一般チケットは発売されていました。さあ場所なんですけれども、これは私たちの考察なんですけれども、おそらく幕張メッセで行われたのではないかと思います。配信ライブでいろんなお客さんがその会場に集まってはいけないという関係上、どこで撮影をされているかっていうのは全く非公表だったわけです。ただですね、私も握手会伊達に何年も行ってませんから、あの幕張メッセの2階の階段から降りてきて検査を受けて中の握手会場に入るっていう構図がもう目に見えてわかるわけです。その中でこうコンサートで、あの2階階段から降りてきてあの A 入り口から入ってくるなんていうのをこう目に浮かべながら、ここはなんとなく幕張メッセだったのではないかと思ったわけなんです。そういった会場、とっても広い会場でした。そこから今回はライブ配信を行いました。披露した曲、一体どんな曲があったのか、それについて次はお話しします。ドン、披露した曲全部で11曲でしたね。上からこういう風になっていますけれども、個人的に驚いたのはやっぱり欅坂46の代表曲ともいえるサイレントマジョリティ、それから不協和音が入っていなかったことです。不協和音とかサイレントマジョリティが含まれていなかったにもかかわらず、例えばこのスチューデントダンスですとかノーバディといったカップリング曲が含まれていたんですよね。で、このラインナップを見ると、まあ、欅坂46が大好きな方ならわかるかもしれないんですけれども、あのかっこいいダンスナンバーが揃ったというそういった印象を受けました。出てきた8枚のシングルのセンターは全て平手友梨奈さんが務めていたんです。ただこの平手さんは1月に欅坂46から脱退をしました。ということで今回はそれ以来の初めてのコンサートということで、一体誰がセンターをやっているのかというところにも注目して見ていたわけです。でね、今回まとめてきました。こちらです。ドドンと、ね、曲とその横にセンターを書いたんですけれども、2曲目のエキセントリックで身長が最も高いもうモデルの羽生瑞穂さんがね、センターになりました。それから先ほど言ったスチューデントダンスは2期生の森田さんがセンターになりまして、そこからアンビバレントは小池さんとか、あと大人は信じてくれないの山崎天ちゃん、これが
私としてはもう大注目ポイントでして、この山崎天ちゃんっていうのは2期生なんですけれども、現在14歳、これがですね、平手さんがサイレントマジョリティを歌って踊ってセンターになったあの時の年齢と一緒なんです。なんかこうね、今山崎天さん2期生の中でもトップクラスに人気のあるメンバーなんですけれども、なんかこう当時の平手友梨奈さんとこう被るようなかっこいい表情を見せながら、この大人は信じてくれないを踊っている姿に、私はなんか将来の欅坂を担っていくいい方々がたくさんここにいるなと改めて感じさせられました。で、いろいろ見ていたと、そうなるとね、ノーバディのセンター小林さん、ガラスを割れ風に吹かれても、このセンターも小林由依さんということで、やっぱりこれまでの欅坂46を先頭に立って支えてきた、ダンスもうまい歌もうまい小林由依さんが、全曲11曲の中で3回センターを務めたということで、まあ、これからの欅坂46も主にはこの小林由依さんがセンターを務めて中心を担っていくんじゃないかなと感じるラインナップになっております。さあ、ということで今回のコンサートを続けて見ているわけなんですけれども、良かったこといっぱいあります。ドドンと、まず会場を広く使ったことで、全曲本当にプロモーションビデオのようなクオリティの演出と舞台セットでした。先ほどもご紹介しましたスチューデントダンスという曲、スチューデント学生というだけあってセットも学校だったんです。こう3階建ての学校のようになっていまして、黒板があったりとか教室の机があったりとか、本当に学校さながらの演出になっていたんです。ただこう一方でその舞台がストンと変わると、飛来神、雷のシーンというものもあって、雷の音がゴロゴロとなって、水のスクリーンに歌詞が映されながら、まるでこの水のスクリーンが雨を表しているかのような演出になっていて、一曲一曲ものすごい高いクオリティの演出になっていたんです。これがまず素晴らしかった点。それからですね、ファンが事前に収録したおいおいおいという声も入っていて、これが音楽番組などとは違ういわゆるライブ感っていうものを演出してくれていたなと感じました。それからですね、先ほどもお話ししたコンサートのように定点で見るスタイルではないので、いろんなメンバーの表情を楽しめて、純粋に演出を楽しむことができたんです。普段のコンサートですと、歌っている方にこう画面が映って、それがモニター大きいスクリーンに映るというのがコンサートのスタイルなんですけれども、どん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 、映像が切り替わることで、歌ってないけどダンスをかっこよく歌ってるメンバーですとか、そういった方にも焦点が当たって、本当にセンターは一人いるんだけれども、みんながセンター、みんなが主役というようなコンサートだったんですよね。それは私としては非常に、あ、いろんなメンバーの表情が見られるという点で、ここなんか感動しました。それからですね、新2期生、この間入ってきた6人のメンバーがいるんですけれども、彼女たちの自己紹介がありましたり、あとは嬉しかった点です。我々ね、札幌のテレビ局でやってるものですから、嬉しかった点としては2期生の藤吉佳林さん、MC の中で旅行で行きたいところはどこですかとファンの方に聞かれたところ、この新型コロナウイルスが落ち着き次第北海道に行きたいと言っていて、それはこうね、一北海道民としては嬉しいなと思った次第でした。さあ、そんな良かったことづくめの今回の欅坂46のライブなんですけれども、重大発表もいくつかありました。ドドンと2つあります。まずは1つ、ニューシングル「誰がその鐘を鳴らすのか」というね、9枚目のシングルが8月21日に配信限定シングルとして発売されることが決定しました。センターが今回いないということなんですよね。この誰がその鐘を鳴らすのかのセンターがいないことについて、キャプテンの菅井優香さんがラジオの中でこう言っていました。みんなが支え合ってみんなの見せ場がある曲で、今まではこう僕の主張みたいな曲が多かったんですけれども、いろんな話を聞こうとか、平等だよとか、君の味方はいるんだよとか、そういった思いをたくさん詰め込んだ楽曲ですと話していました。今回の楽曲の歌詞の中に、耳を澄ますと聞こえてくるいろいろな声や物音、人は誰も喧騒に大事なものを聞き逃している、ねえちょっと静かに、ほんの少しでいいから自分の話でなく
他人の話を聞いてみてと、こういった歌詞があるんですけれども、今までの僕の主張というところから、人々周りの方々との調和を訴えている欅坂の色がガラリと変わっている、そんな一曲になっているんです。そしてもう一つです。欅坂46、2015年からの5年活動に幕を閉じ、10月に開くラストライブをもって名前を変える、改名することを発表しました。菅優香さんは改名についてもこのように話しています。たくさんの思い出があった一方で、悔しい思いもたくさんありました。メンバーの卒業、それから脱退も相次ぎました。グループの名前が一人歩きして耳を塞ぎたくなるようなことに悩まされた日もありましたと語った上で、改めてグループとして強くなるために新しく入ってきた2期生、新2期生、そして1期生の28人で頑張りますと話していたんですよね。自分たちのグループを改めて心機一転、もう一回頑張るぞと、そういった思いを持って今回改名を決意したのかなと、これはあくまで予想ですけれども思ったわけなんです。ではですね、ここから少し話を変えまして、私の考察といきます。今回名前が変わるということで、一体どんな名前に変わるのか私なりに少し考えてみました。先にもう発表しています。ドドンダーン。私が想像したのはこちらです。櫻坂46ね。これインターネット上でも多少こういう風に予想している方がいるんですけれども、なぜかということについてちょっとお話しします。今回櫻坂46、私がなぜかと選んだかというと、まず欅と桜という字が同じ画数、21画なんですね。それからですね、今回の欅坂46の配信ライブの際に売られていたグッズ、このグッズの中に水色、緑、ピンク、紫がチェーンでつながったアクリルキーホルダーが発売されていたんです。水色というと日向坂46を意味しますし、緑は欅坂、紫は乃木坂46、いわゆる坂道グループを表しているわけです。さてこの中でなぜじゃあピンクがあるんですかと、ピンクといえば梅か桜かな、でも今回は桜が選ばれるんじゃないかなと私は思ったわけなんです。それからですね、もう一個大きな理由あります。六本木に欅坂という、東京の六本木に欅坂があるんですけれども、その欅坂から六本木ヒルズを囲むように、要は欅坂を右に曲がっていくと見えてくるのが桜坂なんですよね。こういった欅坂から角を曲がるなんていうね、欅坂46の楽曲もありましたから、欅坂から角を曲がって桜坂になるんじゃないかなと私は予想するわけなんですね。これに関しては本当にインターネット上の中でもすでにいろんな考察が行われていますから、この改名が行われるのは今年10月のラストライブの際におそらく発表されるということですので、ぜひ皆さんどんな名前になって、そして新しく出発する欅坂46がどんな活躍をしていくのかということにも注目して、ぜひね、皆さんもこれから欅坂46を見ていただければと思います。欅坂46の配信ライブについてお話ししてきました。次回も皆さんにアイドルの楽しい魅力をまだたくさん届けられますように頑張りますので、ぜひ次回も見てください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。